生命書が本当生命書がもう都内からって言ってました、お店自体はまだそんなに建てなかった先輩のちいちゃんだったからな、ああ死んだけどそうじゃん、いや出前に来よったけど、うん、ここはテンザルが結構夏だわな、うん、失礼します。あ、すみません。はい、です。スタンドがピザキングだから、あこの一角の建物もう今はもうほとんど駐車場のあとですから、これの建物がね、これがその当時の、うん、スタンド、これ何年、昭和40年くらいだな、40年30年代だよ、30年代18年じゃん、もうあこの映画がなるほど一番若いときは髪を入れてもともとあったということで、ちょっとこれからその現場に行こうかなと思います。まだちょっと残ってるんですよね、一部は、はい、違和感は2件当時、はい、もう一箇所は跡形もありませんけど、はい、まあ一応ここにあったあ、ちょっと、あ、2件もあったんですか。はい、牛市が開催されたんですか。牛市、牛を連れてきて、なるほど、地元の人は幕露町と、幕露町、まあ、その地名はないんですけど、はい、もともとわけ劇場、わけ劇場という名前、はいはいはい、わけ富士の下に、まあ、2件、あ、2件、いや結構ね、水害もありましたね、あ、やっぱ低いから、うん、あ、その対策で、そう、まあ、上に、そうですね、水害の関係もあって、ここから下は堤防実はなかった、あ、河原だった、あ、なるほど、それをまあ当然その道もなかった。もう今もなんかいろいろ作業のやってますけど、まあでも大雨になったら結構今でも上の方まで水が。ああなるほど。昔はよくあった。もともと私もよく、あ、はい、2階上がる階段の中で、相当じゃあもう映画館とかも間違いなく、もちろんあのおばあさんが、はい、オールナイト見に行って、はい、結構雨降っとったんですよ、はい、気がついたら下駄が浮いとったんで、いや、そうなんですか。映画館の座席って前々こう低くなって、あ、はい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 、ここは水が入る、一生懸命映画見とったら下駄が浮いとった、浮いてます。気づかずにもう、もうそろそろ近づいてきてますね、下の道の高さで橋がこうかかっていったら大変高いわけや、おお、当時の
良い仕事を取るのは、ちょっともう薄くなりかけたんだよね。ですね。東方。本当だ。ねえ、はい。東方の一部だけが。そうだ。有料券を買って、こっから、はい、こうか。今物置になって。でここで一歩切って。ああ。これです。ここがあの切り落ち。ああ。あんまこう言ったか。ああ、なんかそんな感じがしますね。で、このとこ留守が伝えされて、さ、上にあとは。あ、もう今はないけどここに。ああ、じゃあこの上も名残みたいな感じなんですかね。どうなんですかね。ちょっとここは変わってます。入り口だけが残ってると。そう。ああ、だった。ああ。懐かしい感じの。こっち側ですよね。富士劇場って書いてますね。当時はこの前にポスターとかいっぱいあった。じゃあこの建物もその当時からあったっていうことになりますよね。ね、この回転で。やっぱ内容はそのやっぱ時代劇というかそういう。まあ、いろいろ。ゴールデンウィークなんかは子供向けの配信映画で。ああ。あとまあオンラインなんかは大人の方も。今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。